もすごいソフトだよ。美味しいですよ。やっぱいろんな意味でこう楽しんでいただきたいので。これ本当あのトマト落ち着いて本当になんか朝食べてもらいたい。ここはあのちょっと暑さもあったりとかあのしてる中で結構あの食が落ちる時期ではあるんですけど、結構比較的こう食べてて乳酸のヨーグルトの味とかそういった部分をちょっと意識したパンで、結構あのしっとりとはしてるんですけど、そこにプラスあの、まあ、もっちりとした感じでこちらも結構美味しいです、はい。なぜこれをその豚バラを使ってるかっていうのと、まあ、ヨットでもいいですよっていう部分っていうのはなぜかというと、あのパンチをしてその食感を強くするとか、それを狙ってるわけではないんですね。見えますか、こういう濃度っていうか、何となく分かりますか。このヨーグルトにやっぱその水分の違いって結構あるんですよ、この種類によって。そこをちょっと合わせてあげたいんです。グルテンって薄く出してもいいグルテン、グルテンが厚くても例えばこういうふうにやっていこうで、今のこの状態だったらこれは全部どの生地によってもそこは変わってきますけど、どこを中心にしたらいいかっていうのは、まあ、前成形なんで、要は次の成形も同じように持っていくために、ここであの柔らかい生地ってもっとこう大きいこうガスが出てこうブチブチって音がするんじゃないですか。でないですよね。で、あのね、同じ量重くなんだけど、やっぱこっちの方が重く感じる。うん。いいですか。で、そうしたら、まずここで。そうですね。ちょっとここ、深めの方が。あ、いい匂いがします。すごいいい匂いしますよ。で、ちょっと切ってみましょうか。まあ、こういう詰まった。あ、すげえうまそう。本当にこれうまそう。朝もそうだし、夕方も食べてもらいたい。で、あの翌朝とかそういう時だと本当ここの部分がもっとガリッとしてて、本当にうまいんですよ。あとはその生地の硬さですね。生地の硬さがやっぱり他の生地とはやっぱ全然違うので、そういったところもこれで本当にいいんですかっていう、グルテンはこのくらいでいいんですかとか、そういうところも再認識できたのかなっていうふうに思ってまして、このベンチタイムのところのなぜこういう形なのかっていうのも、あの最終的な成形に合わせたベンチタイムなので、そこはうまく伝えられたかなと思います。